2テレフォンズキャン、メイクオンリーワンコネクション、5キャンメイク10コネクションズ、12キャンメイク66コネクションズ。メトカーフの法則は、通信ネットワークに関する法則で、ネットワーク通信の価値は、接続されているシステムのユーザ数の事情に比例するという、メトカルフェの法則とも呼ばれている。ジョージ・ギルダーによって1993年に最初に、このように定式化され、 イーサネットに関する1980年のロバート・メトカーフに起源を持つ。メトカーフの法則は当初1980年にユーザ数の文脈ではなく互換性あるコンピューティングデバイスの文脈で提示された。インターネットが始まり、この法則がユーザとネットワークに適用されるようになったのはごく最近のことであった。なぜならばこの法則の本来の意図は イーサネットの購入と接続を描写することにあったからである。この法則は経済学やビジネスの経営管理とも関連が深く、特に相互に提携先を探している競争的な企業間の関係が関連深い。メトカーフの法則はインターネット、ソーシャルネットワーキング、www などの通信技術やネットワークのネットワーク効果の多くを特徴づけている。 アメリカ合衆国連邦通信委員会の前チェアマン、リード・ハントは、インターネットの働きの理解には、この法則が最も役立つと述べている。この法則は、しばしば、ファックスの例を用いて描写される。一台のファックスでは使いようがなく、各ファックス機の価値はネットワーク中のファックスの総数が、増えるに従って高まる。なぜならば、相手先の総数が増大するからである。 ありがとうございます。